あ、誰か来る。うちの学内で君を見かけるとは珍しいな。あ、ケントだ。って、レポート出さないとダメなのかな。どうしよう、逃げようか。沢が何やら叫んでいたようだが、君の提出物には問題がない。安心してくれ。もう提出してたんだ。よかった。さすが君。この状態でレポートとか不可能だよ。どう考えても無理。右京が言ってたけど、ケントは臨時講師やってるんだよね。怖い先生なんだろうな。しかし、サワメ、もう遊んでやらないからとは、なんという言い草だ。そんなことで私が動じるとでも思っているのか。動じる人いないよね。まあ、多少、心に引っかかりはするな。え？以前なら滋賀にもかけなかっただろうが、今のバイトを始めて少しばかり考えが変わったな。店が人手不足で困っていると一休に言われ、半ば無理やり働かされてから3ヶ月になるか。最近はあの店で人と会話を楽しむ余裕も出てきた。先日の納涼祭もいい経験だった。ああ、だから沢野もう遊んでやらないわ。ケント的にちょっと寂しいんだ。ケント可愛いとかあるじゃん。でも心配しなくても、沢はそんなのすぐ忘れるよ。君はどうだ？アルバイトで得るものはあったか？そうか、私と同じ感想のようだな。あ、いた。あれ、一気だ。走ってきたけど、どうしたのかな。いや、おはよう。君も来てたんだね。今店長から電話があってさ、厨房の人手がどうしても足りないんだけど、県が来れないか聞いてくれって。何？私は初耳だが。ああ、そういえば携帯は研究室に置いたままだった。どう？行ける？大学での用は済んだ。厨房の手は普段から不足気味だからな。協力しよう。わかった。じゃあ僕も行くよ。話し中のところごめんね。恨み事は店長。それじゃあ。ケントをあのお店に誘ったのは一気だったんだ。あの二人、もともと友達なんだね。というわけで、今日から入ります。ケントです。よろしく。でっかいけど噛みつかないから警戒しないでね。一休、余計なことを言うな。だいたい自己紹介ぐらい自分でできるのだな。はあ、今のケントがバイト始めた時の記録かな。しかし、ケントに厨房をやらせようって最初に思ったの誰なんだろうね。意外に合ってるみたいだけどさ。料理は正確な計測と合理的な手順が重要だとか言ってたりして。おはよう。どうしたの？顔真っ青だよ。変な夢でも見た？そんな感じだね。かわいそうに。大丈夫。目が覚めればすぐに忘れちゃうからさ。あとさ、携帯に着信あったよ。メール確認しようか。何これ？
差し人は…ああ、今の状態じゃ何が架空で何が本当かわかんないもん。下手に誰かに相談するわけにもいかないし。あれ？あそこでフラフラしてるの右京じゃない？おお、本物だ。でもなんかボケっとしてるね。覚えは。あ、送信履歴。な、送ってる。ってことは、もしかして君の家の前まで来たのも奴の仕業。時間切れ直前であいつも焦ってるんだな。疲れが溜まって俺も弱ってるし、隙をついたか。何の話ですか？ごめん、このメール無視していいよ。意味があるわけじゃないから。多分俺は君をどこかに呼び出したかったんだと思う。果たせなかったみたいだけど、今日は俺の体力と気力が落ちてるから。もう帰るよ。君が近くにいると危なすぎる。でもできれば、あ、いや、明日。明日ちょっと会えないかな。右京が誘ってくるなんて珍しいね。会ってくれるなら昼の1時に駅前で待ってる。別に来なくてもいいからね。本当はもう会わない方がいいから。多分俺が君と会えるのはこれが最後になると思う。俺が消えれば君はもう大丈夫だ。だから安心して。本当にあと少しだから。昨日のさ、右京の誘いなんだけど、僕行った方がいいと思うんだよね。君があいつをどう思ってるかだけじゃなくてさ、いろいろ知るために。君の記憶についてまだわからないことだらけでしょ。普通に記憶が足りないんじゃなくて、なんていうか謎が多いんだ。でもその謎って全部右京に集約されてるような気がするんだよ。君はどう思う？しっかりしたお言葉ありがとう。君は右京にかなり好印象を持ってるのかな。昨日右京は気になることを言ってたよね。これでもう会わないとかなんとか、その真意も確認しないと。さすがに駅前は人多いな。君来てくれたんだ。よかった。君は来ないんじゃないかって思ってたんだ。ほら、俺不審だしさ、警戒されてるよなって。まあ警戒はしてますけども。でもよかった、嬉しいよ。真剣に泣きそうなくらい嬉しい。君が来るまでずっと今日君に会えたら死んでもいいって思ってたけど、まだ死なずに済んだみたいだ。ありがとう。こんなわけわかんないお礼言われたのって君の人生初じゃない？悪いんだけど、今日は俺の行きたいとこを言っていい？どこもこの近所だから、散歩気分で歩こうよ。そういえばさ、君と二度目に会ったのってあのお店だったんだよね。俺、メイド姿の君にものすごく動揺しちゃったんだけど、覚えてるかな？まさか君があのお店でバイトしてるとは思わなかったから、意表をつかれて本当驚いたよ。今だったら即死レベルだね。あんまり可愛くてそのまま連れて帰りたかったよ。それは拉致です。
そんで動揺しすぎてコーヒーと紅茶と抹茶とオレンジジュースとレモネード注文しちゃったんだよね。気合で全部飲んだけどさ、あの時は大変だったな。店長にはよくぞ飲み切ったって褒められたけど、あの人って毎回キャラ違うよね。基本の性格一緒だけどさ。なんてなこと言っても君は分かんないか。ごめんね。それから常連化して君をデートに誘うまでは一体何日かかったかな。俺は君に会うたび毎日ドキドキしてたんだ。楽しかったな、あの頃は。あ、この坂、ここで君と競争したよね。俺が転んで負けて、君がよくここでシンたちとかけっこしたって言うからさ、足速いのって聞いたら自信あるってうなずいたね。それで俺と向こうの電柱まで競争したんだ。結果は俺の惨敗。成人してからろくな運動してなかったもんな。鼻をすりむく大惨事だったよ。君びっくりして引いてるし。でもさ、負けちゃったけどいい思い出だよ。君がムキになる顔が見られたからね。そんな顔もするんだなってさ、おとなしくて優しいだけの子じゃないんだなって、そう思ったよ。ここはよく二人で散歩したね。再会したばかりの頃、俺は隣を歩く君に緊張して、なのに君と手をつなぎたくてさ、君の手を引く理由がどこかにないかなって真剣に考えてた。本当に手をつないだのは何度目にここを歩いた時だっけ。ちょっと恥ずかしかったけど嬉しかった。君の照れた横顔が可愛くてさ。ああいう瞬間を撮ればきっとすごくいい思い出なんだろうけど、ダメだね。とてもそんな頭働かなかった。いつかまた君の恋人としてここを歩きたいって俺はずっと願ってた。うん、そんな願いもあったんだ。もうずいぶん前の話だけどさ。ああ、戻ってきちゃったな。でもここにもちゃんと思い出がある。あれは誰だっけ。一輝か東馬か、そのあたりの誰かとここですれ違ったんだ。君と親しげに会話してるもんだから、俺が焼いちゃってさ、余裕なさすぎだよね。君は友達が多いから本当に羨ましかったよ。でもそういう友達が多い君が自分を選んでくれたことを誇りに思ってもいた。本当に嬉しかったんだ。告白したのはここ。君を家に送る途中、家に着くまでの間に言おうって決めて、でもできなくてジリジリしてた。タイミングが測れなかったんだ。勇気も足りなかったし。でもここで遮断機が降りてきて、電車の通過を待っている間に思い切り勇気を振り絞ってさ、俺と付き合おうってそう告げたんだ。あれは確か7月の終わりだ。そしてすぐ8月になって、俺と君が恋人として過ごせた時間はとても短かったんだよ。右京、何を言ってるのかな。右京が語ってることが実際にあったとすると、時間の流れがおかしいよね。それとも右京が言ってた8月1日に再会したってことの方が間違ってるのかな。もう日が暮れてきちゃったな。でもこれで君ともう一度行きたかった場所には全部行けたよ。付き合う。行こうかな。え、来るの？ここに来ていきなり積極的だな。でも俺と密室で二人きりなのは危険だから。はい、これ。ん？スタンガンと催涙スプレーと特殊警棒と手錠と防犯ブザー、何かあった時のために渡してくよ。何かあった時って何？っていうか今それどこから。
うときはためらいなく迅速に。防犯ブザーは手が届くところに置いておくこと。いいね。そこまで？じゃあ行こう。君の家は向こうだったね。あのさ、あいつ家に呼んで本当に大丈夫だったのかな。君がそう言うならいいけど、君右京を信用してるんだね。とりあえずもらった防犯グッズはすぐそばに置いておこうね。お邪魔します。やっぱりちょっと緊張するな。君の部屋で君と二人きりだと思うとなんかね。テーブルの上のスタンガンのせいで別の意味で緊張感漂ってますけど。あれ、この鏡確か割れたはずじゃなかったかな。え、だって前に来た時に。あ、違う、それは俺の思い違いだ。この鏡はこの世界では割れてないんだったな。この世界では？で、やっぱり右京別の世界のこと知ってるの？あれは、そう、あの日だ。あの大学の事故の前日、7月31日に俺が割ったんだ。え？これ、君の記憶？君、一人暮らしだったんだ。それでよく俺を家に誘ったね。危ないって思わなかった？俺も別にいきなり襲ったりするようなやつじゃないけど、場合によってはどうなるかわからないよ。俺だけじゃなくて、男はそれが普通。信用しすぎるのは良くないし、隙を見せるのも良くない。君、もしかして今まで他のやつも気軽に家に誘ってた？そう、ならいいけど。でも本当に気をつけて。一人暮らしの女の子にうちに誘われたら、大抵の男は勘違いするよ。え、俺？君が一人暮らしだとは知らなかったから、それはないよ。それに、いくらなんでも、まだそこまで許してもらえるとは思ってないしね。そうでしょ。困ってるね。そういうとこ、かわいいな。でもね。ほら、そういうのが好きだよ。もっと俺のことをちゃんと男として意識しないとダメだよ。今だって俺はこの後どこまでなら許してくれるかなって、そんなこと考えてるんだから。ごめんね、怖い。だけどこれが俺の本音だよ。だからね、気をつけて。ここでやめとくよ。これ以上先に進んでも困るだろうし。照れてる？顔赤い。まあもう、そんなに可愛い顔するのは反則だ。ん？ああ、お茶ね。ありがとう。逃げたな。冗談冗談。好きな飲み物、なんでもいいけど、できればコーヒーかな。あっ！危ない！大丈夫。それから、ごめん。足元に。君の携帯が落ちてて、君がそれを踏みそうだったから手を出したんだけど、君を引き止めた勢いでこの鏡にぶつかっちゃったよ。ひびを入れちゃったな。本当にごめん。後で新しい鏡を買いに行こう。あ、いいよ、遠慮しないで。っていうか、プレゼントさせてよ。お詫びなのはもちろんだけど、君の部屋に俺が送ったものがあるのは嬉しいからさ。明日、8月1日は空いてる？ああ、大学行くのか。本を借りてくるだけ。わかった。じゃあその後で買い物に行こう。明日の午後、君の大学の前で待ってるよ。どうした？真っ青だよ。大丈夫、横になる。うん、ねえ、今の君の記憶だよね。今度は僕にも見えたよ。でも何この嫌な感じ。
すごく怖いよ。真っ黒い何かが押し寄せてくるみたい。本当に顔色悪いよ。休んだ方がいい。俺がいたら横になりにくいなら俺は帰るよ。だけど話があるから、また明日ここに来る。それでもいいかな。でもそれは、俺も君のそばにいたいけど。だけど、じゃあ分かったよ。俺はこっちに座ってるから、君はベッドにね。なんだったら眠っちゃってもいいからさ。じゃあお言葉に甘えて少し寝ようよ。君フラフラだもん。このままじゃ良くないよね。おやすみ。バカだ、ほんとバカだよな、お前。何度も何度も俺が警告したのに、俺に隙を見せるなってさ。え？うん、こいつ、スタンガンで。よかったな、楽な死に方できそうで。意識がないまま全部終わるなんて、こんな幸せなことないぜ。最後は何を？ないよ。どう？どれも大した違いはないか。心の底からお前を愛してたぜ。なら朝8時くらいに来るよ。少し早い時間だけど、できるだけ早めに話したいんだ。ごめんね。じゃあ行くから、俺が出たら鍵を閉めておいて。ちゃんと休むんだよ。いいね。ねえ、大丈夫？さっき見えたのは7月31日の出来事だよね。君の部屋に右京が来て。それだけなら怖い記憶じゃないよね。でも君は真っ青だ。もしかして他にも何か見たの？僕が見えない何かを。何？教えて。気絶しちゃったけど。あれ？え、右京？なんで？あ、そっか、もう8時なんだ。こら、ダメじゃないか。ドア、鍵が開けっぱなしだったよ。それは分かってたけど、この子気を失っちゃったんだもん。今朝は顔色がいいね。夕べは急に真っ青になるから焦ったよ。昨日は連れ回して悪かったよ。体調が悪いなら無理しないでうちにいた方が良かったのに。それで少し話をしてもいいかな。結構常識外れの話だけど、黙って最後まで聞いてほしい。これから話すのは俺が事実として知っていることで、運命とでも思ってくれたらいい。最初に君に伝えなくてはいけないのは、ここは本来君が死ぬはずの世界だということだ。え？何言ってるの？8月1日に君が大学で実験棟の爆発に巻き込まれて意識不明になり、回復しないまま25日に死ぬ。それが本来この世界で起きたはずのことだ。だけど君は8月1日大学の校内に足を踏み入れなかった。だから今も無事でいる。そして君が無事でいることで、この世界が本来行くべき未来と君の時間にズレが生じてるんだ。君は25日に死ぬ。それがこの世界での必然であり、この世界での君の運命だ。だからこの世界は君をどうにかして25日までに殺そうとしてきているんだ。君はこの数日何度も危険な目に遭ったね。君が気づかずともギリギリで死を交わしたこともある。それは死の運命そのものなんだよ。ただそれにしては攻撃がぬるい。
俺の知っている死の運命はもっと過酷で苛烈で回避しようのないものだ。死の運命を把握している俺が君に助言しているとはいえ、こんなに無事でいられるのは本来ありえない。そこには何か理由があるのかもしれないな。君が君じゃないって世界が誤認するような何かが、それはもしかしたら君の記憶が欠けていたことと関係があるのかもしれないけど、俺には君の記憶が消えた理由がはっきりわからないんだ。なぜ君は記憶を失っていたんだろう。やっぱりそれもこっちの影響なのか。ねえ君、今の話どう思った？荒唐無稽だよね。おかしいよね。死の運命とかってありえない。でもそれを言ったら僕の存在だってありえないわけだし、今の話は信用できるかな？僕のこと右京に話した方がいいのかな？じゃあその精霊が今も君の中にいるってこと？そのせいで記憶と人格が消えてたって？あ、そうか、それが理由なんだ。君が精霊と一体化してるから世界ははっきりと君を君と認識できなかった。なら君がそのままその精霊と一緒にいれば無事に明日を乗り越えちまいそうだな、このまま行くとさ。あ、ったく、そんな理由があったとだったらとっとと出てくりゃよかったぜ。意識がねえからわからねえか。ダメだよ、起きて立ち上がって。さあ仕上げはどうしようか。ない、ま、ねえ、それじゃ。ああ何か思い当たる節がありそうだね。あ、でも俺には黙っていた方がいい。もしも明確な原因が分かれば奴が出てくる。その原因そのものを潰すためにね。いい、俺がこれから言うことをよく覚えておいて、これから明日の25日が過ぎるまで君には無数の死が降りかかる。注意深く回避しようとすれば大概のものは何とかなるだろう。今までしのいでこれたんだしね。けどその死の運命の中でも君にとって最大の敵が俺だ。俺はきっと自分が生き残るために君を殺そうとするだろう。どうか俺を信じないでほしい。どうか死なないでほしい。何としてでも明日を乗り越えて君に生きて未来へ進んでほしい。それが俺の願いだよ。それから俺が君と言葉を交わせるのはこれが最後になるかもしれないから今伝えておく。俺は何度君と出会って何度君を失ったかもう数えきれないけど、俺は今も今でも君を愛してるよ。あ、分かった。君の言う通りにしよう。彼女が生きていてくれるのなら君が悪魔でも構わない。俺の命でも魂でもくれてやる。失うものは何もないんだ。起きたね。もう夕方だよ。お腹すいたでしょ。ずいぶん具合が悪そうだったから話しかけることもできなかったけど大丈夫？あれからずっと寝てたね。右京の話ショックだった？だよね。あいつ君を手にかけるかもしれないみたいなこと言ってたし、どこまで本気かわかんないけどあんなこと言われたら。それからさ、君、右京と別れ際に何か見てなかった？君に見えている記憶、いや、違う、記憶によく似た何かは、たまにしか僕には見えない。だから、説明してほしいんだ。僕にも、もしかしたらって思い始めてることがあるんだ。君の話、聞かせて。
え？誰かと話をする右京の声が聞こえた？なんだろうそれ。僕に影響がないってことは記憶じゃないよね。だとするとやっぱり僕の予想が正しいのかな。あのさ、僕ずっと考えてたんだけど、右京はもしかして別の世界から来たんじゃないかな。こことよく似たけど少しだけ違う世界から。いや、あのね、家庭の話だよ、家庭の。僕だって本気で人間にそんなことができるなんて思ってないし。でもそう考えるといろいろぴったりハマるんだ。右京はもともと別の世界の人で、そっちの世界で君と恋人同士だった。だけど右京は君を実験棟の爆発事故で失った。その後右京は世界を移動して今ここにいる君に会った。そして今度こそ君が死なないよう警告をしてる。君との残り時間が少ないとか、もう会えないかもって、そういうことでしょ。君が死んでしまうかもしれないからもう会えないって。でもってその右京の記憶を君が何らかの影響を受けて垣間見てるんだ。どう？辻褄も合わない？で、合うわけないか。思い出すならともかく他人の記憶が垣間見えるなんて普通ないもんね。だいたい右京が精霊なら世界を移動することができるけど、あいつ人間だしな。この仮定が正しくても君が右京に殺意を抱かれる理由はどこにもないわけだし、だいたいあいつの言う生き残るために君を殺すってのが。あれ？まさか。いや、それはそんな残酷なこと。ごめん、なんでもないんだ。ちょっと悲惨すぎることを考えちゃってさ。でも多分関係ないから気にしないでいいよ。とにかく今日と明日は家にこもってた方が良さそうだね。右京の言うことを信じるなら、君にとって一番危険なのが今日明日なんだから。それに心配しなくても、25日を過ぎてしまいさえすれば君はまた右京に会えるよ。どういうつもりかわかんないけど、右京は自分の存在も死の運命の一つだって言ってたよね。ってことは明日を乗り越えてしまえばそれはもう関係ないんだ。君は安心して右京に会えるんだよ。だから今日はゆっくり休んだ方がいいよね。そうしよう。おはよう。メールの音で起きちゃった？なんだかぼーっとしてるね。大丈夫？メール見てみようよ。山荘？